この坂登って上上がれる 元気なもんじゃないとそこは行かれんで どこ？その坂降りて三春のおっちゃんが女の、そっから坂を上がったら上上がれるかなって聞いたら、そう元気なもんじゃないと行かれん、そこは 足が心もとないけ。いやいや、おいしかった。三浦のおっちゃん毎日歩きよる。おお、仕事しよんたろ。最近歩くやめたもん、朝。大抵な、日焼けおばちゃんが歩き、おばちゃんが歩きなるけ、歩きなるんやけついて。おばちゃん一つも歩きにならんが、なんと色が白いな、なに外へ電源を入れてなった、色が白い数奇よ、ここの武田さんらでも白いが。高田さんまたおらんな。とんなら、ばあちゃんどんなーって言ったら、よかったり悪かったりよ、になった前に。100歳じゃけんな。毎日どこ行きよるのって聞いたよ。毎日おるかおらんか夜チェックしよるんだけどって。うちの息子がな、チェックしよるんやがーって言ってみろか。三浦のおっちゃんに聞いたらいいじゃん。高田さんおらんけどどこ行きよるのって。いいです、わかった言わんで。ここ横になったら眠とうなる。寝たい。弁慶か。いやな、誰が出るやつこれ。つまら誰が出るやつこれ。ん、死んだった歌舞伎のな、きな人、いけねえ、死んだったっけ。鬼平犯科長になる人よ。ああ、吉之助。中村、戸塚、
しもし。車に乗ったところです。すぐ出ます。いや、そろってもらうよ。え、車を降りるんですか？不審はするな。マイクは外せ。人質が大事なら言うといいでしょう。これで無線が使えない。警部、どうしますか？慌てんな。お前が尾行しろ。キュウリ詰めんな。はい。中島刑事のタクシーは日比谷通りを東京駅方面に使ってました。東京駅？